どうも、川若とパン、体はパンパン、松田コシヒカルです。はっ、はっ、ということでですね、本日はですね、春用にデパコスを何個か買ったんですけど、それがすごく可愛らしいものが多いので、ちょっとご紹介したいなと思って、動画を回しています。今回買ったのはね、春の新作、ジバンシーの春の新作リップ、春夏新作の、これリップバームなのかな?リップバーム、そしてスックの、通常カラーと、あと新作のリップの色、そしてあとはいつも使う、私がよく使う、別に新作ではないけど可愛いなと思ったものたちですかね。ね、ご紹介していきたいと思います。じゃーん。こちらがですね、ジバンシーの新作、春夏の新作の、ローズパーフェクトリキッドリップバームという、買いすぎて3色買っちゃったんだけど、なんかジバンシーってさ、もともとなんか結構大人向けなイメージがあったんですけど、なんか結構若者向けのすごいパッケージが、もうめっちゃ可愛い。パッケージ映えするような感じのものがすごく多くて、見て、バーンって。超かわいい。マーブルになってるんです。2色の色がをこう、まあ、完全に混ぜるってわけじゃなくて、こう使っていくたびにちょっと混ざってって、それがニュアンスの唇になるよっていうやつで、この間現場でご一緒したメイクさんに先に使わせていただいて、もう超かわいすぎたから、その時の3色を買いました。ここがすごいかわいいよね。なんか、なんつうの、お財布の生地。なんつったの、皮みたいになってて、ここが。プレゼントにすごいいいなと思います。ちょっとしたプレゼント。リップバームってなってるように、カラーとリップケア、ケア成分が混ざってるんですって。だから、つけると、スキンケア、97% スキンケア成分配合ということなので、こう、なんだろう、ぷっくりと、唇のケアもしながらカラーもつくよっていうリップバームになってるらしいんだよね。私が買ったのはこの、まず1番。pH っていうのは唇のこう温度というか、この、あれ、皆さんの唇のあれに反応して、あれとかつって、反応して色が変わるっていう、なんて可愛らしいんでしょう。ちょっと塗ってみますね。あ、すごい可愛いこの色。なんか塗った直後と、だからちょっとずつ色がね、変わってくる感じがあるんです。若干青みが入ってるんですかね。ほんとニュートラル、ニュートラルって何?明るいピンク、すごく可愛らしい、春らしい印象ありますね。私、イエベ春寄りなんですけど、なんかブルベの人でもいけそうなピンク。ツヤ成分が入っているから、ツヤっとしますし、色が変わる感じが可愛いですね。つけた感じは本当になんか、なんだろうな、通常のグロスよりは乾燥しづらそうな感じ?すっごいプルプルになる。プルプル。ナチュラルな色だから、何かに重ね塗りしてもいいと思いますし、これ今一度塗りっていうかさっさって塗っただけでこの色付きなので、この色合いの割には、しっかりと唇に色はつく感じはしますね。かわいいですね。春っぽい色、ナチュラルですごく清楚なイメージがあります。あ、でもティッシュでお振っても唇に色残りますね。これは誰にでも合いそうです。次行きます。でも私もともと唇に地の色がついてるんですよ。結構別にアートメイクとかもしてないんですけど、ちょっと唇の色がついてるタイプなので、なんか色自体がこう薄めの人とか、ベースにちょっとなんか色入れてからティッシュオフして上から重ね塗りするとすごくぷっくりして可愛いと思います。で次がね、こちら117番のチルブラウン。ちょっとね、パッと見も、この色と比べたりするとわかる。ちょっと暗めな、ブラウン味がある赤っぽい感じの色合い。あ、かわいい。見て、この色味かわいい。持ちだね、こういう色が好きなんだよ。いやー、かわいい。そんなに、ザ・ブラウンリップみたいな感じじゃない。それは多分リップバームだからだと思うんですけど、やっぱグラスっぽい感じだから、がっつりブラウン味が出るっていうよりは、なんか自然と大人っぽい深み、なんか、色っていうんだろうかね。ちょっと今日はこういうなんか破れてんのかなみたいな、こういうプリューズなんですけど、こういう服着てるんですけど、こういう服とかにも合いそう。かわいい。やっぱ唇チュルンとしてる女の子はモテますから。これぐらいチュルンとした方がね、可愛いですね、やっぱり。色味可愛い。うん。いいね、なんかつきすぎないっていうかさ、唇みたいな、口紅みたいな、なりすぎない感じがあって、いいですね。伝わりますかね、私の言いたいこと。可愛いですね。私は結構この色好きだ。
好きなタイプです。多分これもうちょい何度か塗りすればもうちょい濃いめな色にはつくと思うんですけど、なんか血色感も良くなる感じはするね、このリップ全体的に。奥行きがある感じが肌をすごく結構綺麗に見せてくれる感じもしますね。このツヤ感がプレゼントしやすいかもね。誰でも合わせやすそうな色味ですね。でもう一個買ったのがローズパーフェクトリキッドの37番。だから先ほどのブラウンに比べるとより赤っぽい感じですね。顔色明るく引き立てる生き生きとした血色レッド。確かに血色レッド明るめです。本当にでも本当ね、バームだからかリップクリームを塗った後のような、なんかしっとり感もちもち感が唇に残ります。はい、ちょっと色分かりやすいようにこあの2度塗りしてみたんですけど、かわいいねこれも。こっちの方があのさっきのこっちのブラウンに比べてちょっとやっぱ明るめ、ほんと顔がパッとちょっと明るくなる感じがしますね。ちょっと今日はあのまだファンデーションしか塗ってなくて、あのアイメイクとかあと眉毛だけしかやってないからあれだけど、なんかパッと顔がほんと明るくなる。すごく春らしい、これ全部すごく春夏にぴったりな。そう、さっきのブラウンも、ブラウンってすごく秋寄りすぎる気がするんですけど、これはなんか春夏も全然いける感じのじわっとしたブラウンなので、すごく使いやすい色だなと思ったし、こっちもあのすごく明るくていい色だなと思いました。可愛いですね、すごく。すぐ私唇乾燥してきちゃうんだけど、本当に困ったもんで、困ったもんだ。ツヤがずーっと続いてる感じがしますね、塗っても塗っても。ちょっとあのマスクにはねついちゃう感じはすると思うんだけど、化粧水してもね、本当にあのバーム塗った後唇あのなんていうのリップクリーム塗った後のような感じは残るので、乾燥はしづらいと思います。色落ちは少ししちゃうかも。だからマスク取ってちょっとささっと上から塗るとかでもいいかもですね。でもね、意外とねこういう感じの割には色はね意外とは残るんですよ。ちょっとはそのティントほどは残んないけど、何よりこのパッケージが可愛いね。これは本当プレゼントをもらったら普通に女子は嬉しいんじゃないかなっていう。これがジバンシーでした。で、続いてが、スックです。今年はなんかちょっとピンクっぽいメイクやってみようと思って、はい、こちらですね。なんかピンクなんだけど、ちょっと桃色っぽい、オレンジっぽいっていうのかな。はい、こんな色味なんですけど、わかるかな？ちょっと塗ってみた方が早そう。このね、スックのシアーのリップシリーズは、ザこってりリップっていう感じじゃなくて、ちょっとこうなんか奥行きがある透け感のある色味がすごく可愛くてですね。わかりますか？ちょっとピンク味がありますよね。はい、可愛い。なんかピンクなんですけど、あんまこのピンクみたいな色じゃない。ちょっと落ち着いてる、なんかニュアンスのあるピンクなので、結構誰にでも合いそうな色ですし、なんかほんと春っぽい色だなっていう感じをしますね。結構唇の色に馴染むし、なんか肌馴染みもいいなっていう感じはします。浮かない、可愛らしい印象、なんかちょっと清楚な印象があるかなっていう感じはしますね。イエベハルさんでも全然春の人も合うし、可愛いいい色ですね。で、もう一個の方が流れ月。こう比べるとわかるね。こっち流れ月で、こう真ん中ミスった。これあの春雷、すごいオレンジっぽいですよね。はい、オレンジ塗ってみました。すっごいどっちもめっちゃなんかあれだね。あんまりその色の主張がすごくなんか激しいっていう感じではなくて、すごくどっちもなんか馴染みやすい色だなっていう感じすごいしますね。軽いし、つけやすいし、デイリーでもすごく使いやすい。薄いながらもうしっかり発色してる。なんかすごくナチュラルでいいなと思いました。結構誰も使いやすそう。かわいい。使いやすいこの色は。春にぴったしですね。マジで。かわいい。使いやすいね。そのスックのこのシグニチャーカラーアイズシリーズがめっちゃ好きで、で、これは春の新作、春もね、なんか新作つか、あ、アレクサありがとう。アラームが鳴りました。春の新作も、あ、ごめんね、ありがとう。春の新作も、可愛いなと思ってたんだけど、いいかなと思って買わなかったんですね。代わりに買ったのが、そのシグニチャーシリーズ、ほんとアイシャドウ可愛いから、ぜひみんなもね、1個はぜひゲットしてほしいんですけど、すごい映ってる、いろいろ。テレビ映ってる。そう、シグニチャーカラーアイズ4番の、スミナデシコ。ほら、この多分これ一番人気の色なのかな？なんかピンクっぽい色なんですよ。このピンクで春っぽいメイクしてやろうと思って買ったんです。これちょっと今軽く目塗ってみますね。本当に好きなんですよ、このアイシャドウ。
はい、ということで、はい、シグニチャーカラーアイズの、スミナデシコと、あと、スックの新作リップの11番、春雷を使って、ちょっとピンクっぽいメイクやってみたんですけど、可愛いね、本当に。この、新ナデシコだっけ新ナデシ、純ナデシコ、スミナデシコ。すごい可愛いんだよ、この色味が。スックはラメがすごくね、綺麗です、ほんと。この、キラキラのラメがめっちゃ綺麗ですし、私イエベ春なんですけど、すごく合いますし、でもブルベの人も別にこう紫が入ってたりするので、すごく使いやすいかなと思います。可愛い、本当に、あー好き、コスメ大好き。ではこういう風に軽く塗ったところに、上からこのジバンシーのこのリップバームをこう塗ってあげてもいいかなと思います。ちょっとツヤ感が増すかなっていう。いや、いいね。ほんと、春コスメって、どれも心も気持ちも明るくなるのが多いね。ただ、買いすぎちゃいます。お金がすぐなくなります。でも、コス買いすぎると。あ、これ以外にも、今日使ってるファンデーションは、これも買ったんだけど、シュウエムラのアンリミテッドグローフルイド463番の、このシリーズです。まあ、なんか、ファンデーションは結構落ち着いてきて、シュウエムラのこれか、ナーズのクッションファンデーションでだいぶ落ち着いてきました。シューは本当にカバー感もあるし、ツヤ感もすごく出るので、かなりツヤ肌に仕上がるので、おすすめです。あと一応もう一個買ったのが、ローラメルシエの、ローラメルシエセットトゥグロートランスルーセントルーセッティングパウダーグロー&ブラシセットっていうパウダーですね。ずっと私欲しい欲しいって思ってたけど、いつもなんか買うの忘れちゃって、ついにやっと買いました。このローラメルシエのお粉は本当にきめ細やかくてですね、すごくおすすめなんですよ。ツヤ感は残しつつね、綺麗なお肌に仕上げてくれるんですよね。私これからはさ、ほら、大変な時期が来るじゃない？そういうさ、そういう時期よ。あれ。なんつったらいいの？なんつったらいいの？言葉が全然出てこないんだけどさ、崩れの時期が来るじゃないですか。すごくない？この、ツヤ感は残しつつ、しっかりカバーというか、してくれる感じがね、好きなんですよ、伝われ。テカリとか、すごく気になる季節なのでね、やっぱ粉はしっかり、メイク崩れ、しないように塗った方がいいので、粉浮きしないというか、ローラメルシエの粉は。で、若干ハイライトっぽいんだよね、ラメ感が。わかる？このね、この感じ、このラメ感あるでしょ？これこのトランスルーセントのおかげなんですよ。細かいラメが入ってんだよね、確か。だからハイライトっぽい効果もあるし、でも粉としての役割も、担ってくれるしっていう。ほんと、ツヤ肌、ツヤツヤのお肌になれます。ぜひ皆さん使ってみてくださいね。いやー、大満足。かといってまた夏もさ、なんかキラキラのアイシャドウとか買ったりするんだろうなとは思うんですけど。今月はちょっと持ちだね、実は誕生日っていうのもあって、自分へのご褒美に絶対今月は買ってやろうって心に決めてたので、やっとそれを果たしたっていう感じですね。許してください。いやでもほんとどれも可愛いのでおすすめです。ということで、今回は春コスメパパパッと紹介させていただきました。また、ちょっと、こういうものを使って、なんか、旬顔になれるようなメイクとかもちょっと自分で研究してみようかなと思ってるので、また見てください。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価ボタンお願いします。またね。かわいいでしょ。私の子供たちです。バイバーイ。